パトリス・エメリール・ムンバの政治家、民族運動家、同国独立期の指導者で、初代首相、1925年7月2日に、ベルギー領、コンゴの火災州北部オナリア村の農家に生まれる、プロテスタント系のウエンボニヤマ学校で教育を受ける。学校を卒業後、教理を出て、キサンガニーの郵便局事務員として働いた。1958年10月10日、 今後国民運動を創設する。1958年11月23日、ガーナのアクラで開催された全アフリカ人民会議に、今後国民運動を代表して参加した。1959年4月に、今後国民運動は、最初の全国大会をカナンガで開催し、今後の早期独立を要求した。最初、今後国民運動の地盤は、キサガニに限定されていたが、 次第に火災、気分、赤道諸州に勢力を拡大していった。ルムンバは、コンゴ国民運動の指導者として、部族間の紛争を防止し、コンゴ国民の一致団結とアフリカ諸国の独立運動に尽力していった。1960年にコンゴで総選挙が実施され、会議員137名、上院議員84名が選出されることになった。コンゴ国民運動は、 総選挙で勝利を収め、会員において40議席を獲得した。ルムンバは、1960年6月24日に、初代首相に就任し、同日に、ジョゼフ・カサブブが大統領に就任した。ルムンバ首相は、親、ベルギー系のアバコ島及びコナカット島と連立内閣を組閣した。外相は、アバコ島のジュスタン・マリボンボコ。 経済省にコナカット等の山がそれぞれ就任した。こうして1960年6月30日に正式にコンゴ民主共和国は独立した。詳細はコンゴ動乱を参照しかし、コンゴに駐留していたベルギー軍の挑発行為に対してルムンバがベルギー軍の撤退を要求したことから事態は急変した。7月8日、ベルギー軍は首相官邸を襲撃。 7月9日、金シャサ国際空港を占領。さらに、ベルギー本国から空挺部隊が増援された。このような事態を受けて、ルムンバ首相は7月10日、ベルギーとの国交断絶を表明し、同時に国際連合とアフリカ諸国に対して援助を要請した。7月11日、カタンガ州がカタンガ国として独立することを宣言。8月2日、かねてから、 ベルギーの支援を受けていたカタンガ国林時大統領モイーズ・チョンレは国連軍のカタンガへの駐留を拒否した。カタンガは世界の銅の生産量の約70%を算出する戦略上重要な地域であり、銅輸出による経済開発を念頭に置いていた独立今後にとってはカタンガの分離独立は容認せざる事態であった。 ソビエト連邦が1961年に発行した、キッテルムンバとカサブブ大統領の対立も次第に激化し、9月6日ルムンバは臨時閣議を開き、カサブブ大統領の解任決議を採択した。しかし、カサブブは逆にルムンバを更迭し、公認の首相にジョゼフ・イレオを任命する事態になった。9月8日、大統領解任決議案が上下両院で採択され、 会員では成立を見たが、上院では成立せず、ルムンバは事実上破れた形となった。12月1日夜に国軍参謀長だったジョゼフ・モブツ将軍はカザブブ側に立ち、クーデターを観光、カザブブ大統領の命令でルムンバを逮捕した。1961年1月17日、ルムンバと二人の同志は、キサンガに空港で飛行機から引きずり出されて、深夜に、 白人の傭兵とチョンベの兵によって殺害された。遺体は一度埋められた後、翌1月18日に掘り起こされて、ローデシア近郊まで移動された後、21日に硫酸で溶かされて、数本の歯と頭蓋骨のかけらだけが残された。1999年のベルギーのテレビ局によるドキュメント番組では、遺体の処理を実行した、ベルギーの警察長官、ジェラルド・ソエテが、 遺体から取り出した歯と銃弾を見せている。ありがとうございます。